イエーイ、ピース。じゃあ、というわけで今日は珍しくメイクをしたいと思います。イエーイ。昨日すっぴんだったんで今日はちょっとブサイクをさらせないということでメイクをしたいと思います。10分で頑張ります。とりあえずスキンケアはしたので顔面を工事していきたいと思います。果たして少しはいい顔面になるんでしょうかね。やってきます。少しはいい顔面が受ける。ちな日焼け止めも軽く塗っとこう。この日焼け止めはトーンアップをしてくれるのですっぴんの時とか超絶便利ですね。もう日焼け止めも超絶適当です。日焼け止めも適当で余ったのは首に塗る。まあ言うて今日外に行くの買い物ぐらいしか行かないんですけど。まあ一応ね。やばい、これは放送事故だ。ちょっと待って、やばいね、顔がひどい、顔がひどい、顔がひどいよ。ひみなちゃんの顔がひどいって言われる。鏡がない。やばい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 、下地がもう垂れてきて大変。これである程度色補正されるからマジで便利。いや本当に。オッケー、下地もう下地がデロンデロンのと。下地をてん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 置きです。てんてんてん。なかなか広げた目ん玉の上にもね伸ばして、すごい適当。今のメイクはこれはもう適当でした。あのイベントとかなんだろう、ライブの時とかはもうすんごい丁寧にメイクするんですけど、今日30分しかないんでね、もう早送りでお送りしてます。こんなね適当じゃないです。普段はもっとしっかりやりますけど、まあでも30分で収めて結構ね早送りしないと収まらんのでね。はい、これで失格します。そうなんですよ、30分ってなかなかね短くない？私もっと時間かかるんだよね普段のメイクは。でもそのライブとかイベントはめちゃくちゃ丁寧に肌作ってるから、でも1時間せんかな、早くなった。昔は1時間絶対かかってたんですよメイクに。だけど今はあーどうだろう、1時間ぐらいかな。昔はねもう絶対1時間以上かかってたんですけど、今は1時間ぐらいかな。ファンクッションファンデティリティリです、これ。そう1時間ぐらいで収まってるかなって感じかな。もっと早くしようと思ったら全然もっと早くできます。うわまつげ抜けた、もう最悪。最近ちょっとしたことでマジでまつげ抜ける、話しすぎ。そう、もう今日はちょっとねこれじゃなくてお粉のファンデを使うんで、これはほんと軽い補正です。そうなの、やばくない？でも1時間ぐらいだけど、でももっとかかる、メンバーともっとかかる、もっとかかるっていうか、もっとなんか丁寧に仕上げようとしてるメンバーはもっとかかると思う。全然もっとかかってるとか、なんか眉毛描いてて、あれさっきも眉毛描いてたのにまだ眉毛描いてんねんやって
たまにメンバーのこと見て思ったりもする。いや私眉毛に関して本当適当なんで、眉毛のね描き方が分からなくて、ちょっと眉毛は本当にすごい眉毛って大切って言ってみんな一生懸命描くんですけど、マジで眉毛の描き方本当分からなさすぎて、眉毛超適当なんですよ。ペンとかで描かなくてパウダーで仕上げちゃうんで、ちょっとペンも買わなきゃなとは思ってるんですけど、なんか眉毛のあれが本当分かんない。そうめっちゃ時間かけてる人もめっちゃ時間かけて、そんな時間かける、私がメイク行く前にもちょっと言い口の色だよ、行く前には眉毛してたのにメイク来てもまだ眉毛してるやんみたいな、どんだけ眉毛描いて、めっちゃ眉毛描いてるやんって思ったりする。1時間ですか？でも1時間もかかんなくなったからな、だいぶ。今日はちょっとお休みなんでこっち使う、24インチコスメ。そう、どうなんでしょうね。でも確かに、いや人による、マジで。私早い時結構早いし、遅い時結構遅いタイプの人、早い、あと松葉してる時はめっちゃメイク時間短い。私ねメイク何が一番時間かかるかってまつげなんですよ。すごくまつげにとっても時間をかけてるんですよ。なんかねまつげがその場すごく上がらなくて、どうしてもそれでまつげが上がらないから、すごいめっちゃまつげに時間をかけてて、てかまつげを一番私はメイクの中ですごく大切にしてるんですよ。その人によってさメイクのさどこを重点視をするかって違うと思うんですけど、なんかそのまつげをあんまり上げるのが好きじゃない人とか、逆にまつげめっちゃ私みたいに上げたいっていう人とかっていろいろいると思うんですけど、私の場合はまつげめっちゃ上げたい系タイプの人なんですよ。だからめっちゃまつげを上げたいんですけど、すごく時間がかかるので、マツパしてる時はだからメイクマジで早い、1時間かかんないもん。だってもう上がってるからそれにマスカラ塗るだけなんで、本当にすごく早いです。すんごい早いです終わるのが。なんかそのまつげを上げてる、マツパしてるかしないと聞くでだいぶメイク時間が変わります。ベースできた、こんな感じ。そうなのね、これね。そうか、それにもやると思う、あげるかあげないかでだいぶ変わるかもしれない。私は結構あげたい、あげるのが好きなので、まつげはバチバチが結構好きで結構あげちゃうので、それにもよるかもしれないです。あんままつげを上げないナチュラルのメンバーとかだとそこまでかもしれない。あとまつげが上がりやすいか上がりにくいかとかも結構よるかも。私はすごくめっちゃ逆まつげなんで、もともとまつげがとっても上がりづらくてすぐ落ちてきちゃうのでとっても大変。シェーディング、あ、ついにシェーディングまた新しくした、見て、キャンメイク2個目、もう4、これ4つぐらいリピートしてるけど、そう、安いからね、めっちゃいいんですよ。シェーディングってめっちゃ使うんで、すぐなくなっちゃうんで、そうそうそう、ちょっとずつちょっとずつ、ほんとシェーディングでね、昔ね、なんか入れたら削れると思ってさ、めちゃくちゃ入れまくった結果さ、すごい変なになったけん、もうちょっとずつちょっとずつつけて調整していくっていうことを覚えました。昔はほんとドバッとつけてドバッドバッって感じだったんですけど、ほんとマジでへんてこりんだったんで、そんな、そうなんでちょっとずつつけて混ぜていくっていうことを覚えました。ちなみに今日のお肌はだいぶマットっすね。いい感じ、お肌いい感じよ、今日のお肌いい感じ。まあ、今日は多分ね、この何
粉ファンで使ったからだな、マットなのは。でも皆さんの前に出るとき、そのライブとか公演のときはこのランコムのこのリキッドファンで使ってます。やっぱリキッドが一番崩れにくいので、リキッドファンで、これはマジでめちゃくちゃ顔面、なんかもともと肌が超綺麗な人だったらこれ使ったらマジでやばいかも。ドールになれるかもしれん、ドールになれるかもしれん。だって私肌あんまり綺麗じゃないですけど、それでも肌綺麗ですねって言われる、塗れば言われるぐらいマジでいい感じになる。見て、もうやばい、シェーディングがもうない。これ使っていく。シェーディングはね、本当に使わないから、なんかもう本当減るのが遅くて、もうなかなかね、なかなか何減ってくれないんで、新しいのが買えないんですよね。シェーディングってさ、そんな使う、私昔シェーディング使ってなかったんですよ。そう、なんならあれだけど、何シェーディングじゃないわ、なんだっけこれ、ハイライトか。昔ハイライト使ってなかったんです、私。ハイライト使うと顔テカテカするじゃないですか。それが嫌いで、そう、それが嫌いで、シェーディングもハイライトも使ってなかったです。なんか知らんけど、メイクのこと知らなさすぎて、使った方が可愛くなれるのに使ってなかったんですよね。だから凹凸がなかったかも、昔。眉毛描く、そう、ちなみに一生眉毛は瞑想。あと昔は眉毛描いてなかった、描き方わからんかったんで眉毛は描いてなかったです。昔でも描いた方がいいよって言われて描くようになりました。あと最近は眉マスカラをちゃんとやろうって思うようになりました。持ってないですけど持ってないけど眉マスカラはやった方がいいなっていうのにやっぱ改めて気づいたんで、眉マスカラやらなきゃな。買ってないんだけど、持ってないんだけどさ、やらなきゃなっていうことに最近気づきました。で、一番薄いのでノーズシャドウを入れてきます。なんかマジでほんとそんなにノーズシャドウ入れてないのに、なんか物によったら私ゴリゴリノーズシャドウ入ってる人みたいになるんですよね。何なんだろう。だからハイライトどうしようかな。ハイライトもめっちゃ入れてるみたい。もうこれさ、ツヤすごすぎてさ、本当に嫌なんですよね。テカテカしちゃう顔。そう。そうなんです。ポンポンして。この振り払って密着度を上げます。よし、 OK。 そしたらあれだ、アイメイク、ほらめっちゃ早い、もう15分だからね。15分、まつげがすごい時間かかるんですよ、何にしても。そうそれが問題ですよね。そしたらアイカラーをします。見て、めっちゃ可愛い。ちょっとこれさ、めっちゃ映るんだよね。はい、これを使います。薄い方をアイホールに塗って全体的に塗って、反対側にも塗って、これはもうちょっとして秋でも使えるよね、色が色だから。塗って、
ついでに下まぶたにも塗って、塗った。そしたら濃い方をまぶたに入れます。赤っぽい感じのね、色だから。これはマジで秋に、秋冬に使える、全然もう使えるって言ったらいいかな。こんな感じ。よきよき。あ、夏といえばオレンジっぽいカラーですよね。塗れた。え、そしたら一旦これは置いといて、涙袋を作ります。私は涙袋ないんで爆誕させていただきます。え、嬉しい。綺麗な顔しとるなって思うって。ほんと？私とお話し会とかでもさ、ほんと美人ですねみたいな言われるけどさ、いや嬉しいよね。美人じゃないけど、まあ親に感謝だわ。この顔を与えてくださった父と母に感謝っすね。父母 DNA ありがとうって感じ。よし、そうそうそう。しかもさ、美人なんてさ、そんな人の好みによるからね。言ったけど可愛いとか、だって A 子ちゃんのことをさ、B 君は可愛いと思っても C 君は A 子ちゃんのこと可愛くないと思ったりするからね。可愛いってさ、本当にマジで人の好みだと思う。可愛いとか綺麗とかってね。なんかさ、普通にさ、え、まあ可愛いとは思うけど、まあでもなんだろう、タイプではないとかあるじゃん。可愛いって思うけど、まあでも可愛い止まりかなみたいな。そうとか、あ、世間一般はこういう顔好きそうだけど、私は結構なんかちょっと違うジャンルの顔が好きとかもあるからさ、好みですよね、人のね。よし、ちょっと口の色がマジでなさすぎなんだが、やばくない？リップスクラブ塗っちゃったけど、とりあえず先に軽く。やばい、時間ない、時間がないわ。よし、そしたらアイラインを引いていきます。アイラインは細く引きます。私の場合昔はすごく太く引いてたんですけど、今は本当にまつげを埋めるぐらい引くんですけど、でもそれでも結構太くなるので、なんだろう、目の形なんですよね多分。合ってるよね。いつもより濃い茶色に見えた。で、そしたらとりあえず
濃い茶色で今塗ったブラウンをもうぼかしていきます。全力で全力でぼかしていきます。抹消です。抹消するんかーいって感じだけど、せっかく塗ったのにーって。いいんです。それでレラメをこの目頭にちょんちょんって置いて、よし。そしたらちょっと調節、調節を入れていきます。あ、そうだ、私ちゃんと見ましたよ皆さん、純愛ディソナンス。皆さん見ましたか？さんは5年後の話でへぇーってなってたよ。やばくない？次回楽しみすぎなんだけど、マジで。え、次回楽しみすぎない？なんかもういろいろ変わってたさ、ほんと驚きなんだけど。5年待ったら人って変わるなっていうのは本当によく思う。いいにも悪くにも。っていうのをすごく分かった回だったわ。で、とりあえず目尻にマイライン引いてく。若干ピッてした。なんかいろいろ人がさ変わりすぎてて、ほんと衝撃だったわ。マジで見てない人見て。アイライン引けた。OK。めっちゃ面白いなって私すごい思ってるんだよね。いいよね。ね。あのドラマの宣伝の仕方間違えた。いや、ごめん、宣伝見たことないから分かんないな。いや、でもめっちゃ私は好きだけどな。間違えたかどうかは知らんけど。そう、私は普通に好きです。私目の際に入れてくぞ。さっきの赤い上に塗ったのと同じやつを目のこの目尻のところに入れます。最近はまたね、こうやって斜めにつなげるやり方にハマっております。前まではがっつり平行に引いてたんだけど、最近若干こう斜めに引く引き方に余ってますね。まあ時と場合によりますけど。でちょっと暗い色でもう一回締めます。純愛ディソナンス面白い、みんな見てね。あと鉄鉢もちゃんと見ましたよ。鉄鉢も今週もいい話だったよ。あと石子と羽男も見たよ。徹子だっけ、石の子と羽男のやつも見た。面白かったね。この感じ
すごかったね。なんか昨日さ、うち家帰ってきてずっと家事やってたんよ、ショールームの時間まで。まあ言ったけどさ、昨日もだからさ、その家事の時ずっと見てたんよね、家事をやりながら。そうそうそう、マジで家事ただ単にやってるとほんと暇でしかないから、そういう好きなもんで暇つぶしをねしながらすくすくと家事をするっていう。まあ何事もそういうことが大切なんですよ。そしたらキラキラを塗っていきます。いつもね、最近まぶたにキラキラ塗るの忘れる。最近マットなさ、あのアイシャドウ使うことが多くなってさ、マットで最後キラキラしないとさ、あれなのに、いつもキラキラ忘れちゃうんだよね。キラキラ忘れちゃうんだよ、ほんと重症。この世で一番キラキラが大切なのに、キラキラを忘れるとは何事だ。デュリーン、ディリリーン、ディリリリリン。ちなみにライブの時とかは大粒のグリッターをつけることが多いです。こんな感じの、今までずっとこのバビベロのやつ使ってたの、このラメでも。このバビメロのやつがもうね、だいぶ見て固まっちゃってキラキラ全然取れないの。だから新しいの買いました、シュピシュピ。これめっちゃ人気だよね、シュピシュピって。すごい売り切れてて、売り切れ続出っていうぐらいめっちゃ人気で、大粒のラメなんだけど、これは新しく買います。ちょっとね、色はね、白っぽいホログラムか結構銀っぽいホログラム、だいぶ違うんだけど、これをいつも涙袋のとこにライブの時はつけてます。普段はつけないです、キラキラしちゃうんで。なんでまたイベントの時とかにつけようかなって思ってます。そう、最後は赤っぽいのをラインの上にいきます。よし、オッケー、完成。ジャルレッテ、めっちゃぴったり時間28分半、いい感じ、完璧だぜ。できました、顔完成、イエーイ。結構今日は赤っぽいメイクですね、こんな感じ、赤っぽいメイクです。はい、じゃあランキング読みたいと思います。13位あーさん、12位きみなみさん、11位よっちさん、10位としさん、9位なっていさん、8位しんどさん、7位ジェリーさん、6位ヤングさん、5位マックスエイトさん、4位おかやんさん、3位かずゆきさん、2位ちかいしーさん、そして今日の第1位はゆみごんさんです。ありがとうございます。次の配信が17時だったかな、17時とめちゃくちゃ間が空きますので、私はその間にまた家事をせかせかと頑張りたいと思います。はい、というわけで今日はちゃんとメイクをしたので、メイクをしてお送りしたいと思います。じゃあまた皆さん次17時にお会いしましょう。それじゃあバイバーイ。